小さい頃から一緒にいる俺と幼馴染のこいつ。いつもずっと一緒で、学校に行くのも一緒。帰ってからも、いつも近くにいるのが当たり前になっていた。そんな俺たちの親が、親同士で一緒に泊まりで出かけた夜、一緒に夕食の買い出しに行ったり、そのまま、うちに泊まることになった幼馴染の布団が、おい、なんでそこだ？俺たちの関係に変化はあるのか？コンコン、お背中流しまーす。失礼しまーす。ちょっと待って、待ってって、なんでよー。静かにしてくれない？ちょっと休みたいんだ。ねえ、冗談でしょ？やめてー。もう少し静かにできないのかな？ちょっと昼寝したいんだよ。退屈してたんだよね。ほら見てよ、ゲームでバッドエンドだよ。一人でやってよ、静かにね。一人でゲームするなんて寂しいんだもん。私、寂しいもんかな。はいはい、好きに言ってて。なんて適当な扱い。いつものことだろ。そうだね、昔からずっと一緒だもんね。まあいいか、一緒にゲームしよう。わーい。でも負けないからね。あ、見て、火の玉が出る。え、ちょっと待って、それ俺に向けてる？もちろん全力で挑むよ。本当にやりやがったな。見ろよ、6位まで落ちちゃったよ。残念、でも次があるよ。くそ、また負けた。子供の頃はいつも俺が勝ってたのにな。へへ、特訓したんだよ。はいはい。ほら、やっぱり適当だよね。違うよ、ちゃんとしてるさ。でもスイッチのコントローラーが壊れたかもしれないな。まあ、機械のせいにするなんて。まだ修行が足りないね。お前どんなキャラクター路線を目指してるの？え？かっこよく見えるかなって思っただけだけど、ダメ？はいはい、かっこいいってしらけた。笑いが止まらないんだよ。ほら見て、コントローラーの 3D スティックはグラグラしてるよ。前からずっと使い続けてるからな。白い粉が出てるけど、何かの薬じゃないよな。やだ、冗談はやめてよ。それって怪しい薬か青酸カリしかないよね。青酸カリだったら舐めたらすぐにアウトだろう。おい、ずっと気になってたんだけど、 3D スティックって 3D コントローラーのことだよね。 3D っていうのかな、それとも別の読み方か。なんとなく 3D テレビみたいに 3D って読むのかなって。俺もそう呼んでるけど、好きに呼べばいいと思うよ。まあどうでもいいか。ね、ちょっと聞いてよ奥さん、最近の若い子たちってちょっと怖いわよね。プレステをやると街を壊したいっていう破壊衝動が湧いてくるんですって。おいおい、誰に話してるんだよお前は。この辺りの町内会の奥様たちに話してるのかな。本当かよ、そんな設定が無駄にしっかりしてるな。もちろん私はあなたの奥さんだけどね。はいはい、どうでもいい話だ。反応薄いな。でもいつも話を聞いてくれるからいいけど。うるさいけど、まあどうでもいい話だね。どうでもいいなんて冷たいな。いつかちゃんと答えを教えてよ。そう、それはどうかな。さて、プレステやるんだろ、これでいいか。私はバズーカとロケットランチャーを使うかな。ショットガンやグレネードランチャーもいいけど、戦車に乗るのが最高かも。歩兵にはこれが一番かな。まあなんとなく理解できるけど、とりあえず俺は戦車でビルを壊す女がいるけど手伝ってよ、共同作業でね。お前本当にアホだな。ただビル壊すだけじゃん、もう飽きた。さっきの興奮も少し落ち着いたね。ちょっと私もゴロゴロしよっと。あ、ごめんね、私の髪邪魔かな。いや大丈夫だよ。ねえ、髪の長さって短いのと長いのどっちがいいと思う？どっちもいいけど、お前の場合は長い方が似合うかな。本当？嬉しいな。だから長くしてるのかな。もちろん、
じゃあ髪の感じはどうだった？どうって？匂いとか触り心地とかそういうのが好きな人もいるよね。まあ確かに魅力的な要素かもね。そう言ってもらえると嬉しいな。でどうだったの？答えを強制されてるみたいだな。まあ悪くなかったよ。ゲームしてたらお腹空いちゃった。実は今日クッキー作ってきたの。台所ちょっと使ってもいいかな？え、本当に？すごいなお前って。お茶も私が入れるから安心してね。新婚みたいでしょ？まあね。だってあなたにしたいことをやってるだけだもん。うん、お茶美味しいね。でもさ、お茶にクッキーってどうなのかな？なんかおばあちゃんみたいじゃない？あー、でも俺は紅茶とかミルクティーはあまり得意じゃないんだ。日本茶ならおせんべいとか和菓子がいいかな。さらにおばあちゃんか。でもこれは美味しいから大丈夫。美味しければそれでいいよね。クッキーがサクサクに焼けてよかった。いつも通り美味しいよ、お前のクッキーは。本当？ありがとう。お前って料理いつもうまいよね。お菓子作りも得意だし。いつか花嫁になるために修行してるんだよ。本格的に練習してるの？うん、一人でやったり、お母さんからも教わったりしてるの。最近はあなたのお母さんにも教えてもらってるよ。うちの母さんにも？なるほど、それで最近よく話してるのか。それじゃあ頼みたいことがあるんだけど。なになに？これ見て、母さんからのメッセージが来た。母さんが今日遅くなるって。自分でご飯を作れってさ。あら大変ね。俺料理は苦手なんだよね。めんどくさくて牛丼で済ませるつもりだったけど、お金ないし。でも冷蔵庫には食材はあるんだ。もう私の料理は食べたいって言えばいいのに。じゃあ頼んでもいいかな？もちろん、任せて。変わった料理はやめてね。普通のご飯がいいな。どうしてそんなに心配するの？お腹空いてるからちゃんとしたご飯が食べたいんだ。心配しないで、普通に美味しいもの作るから。ありがとう。じゃあカレーかオムライス、どっちがいいかな？どっちでもいいけど、今の私の気分でオムライスで決まりね。作るよ。冷蔵庫に何があるかな？大体のものはあるけど、ケチャップがないかも。ケチャップは必要だね。じゃあ買いに行こうか。一緒に来る？うん、一緒に行こう。心配だし。二人で買い物、いい感じだよね。いつも思うけど、二人で歩いてるとき、お前、楽しそうだよね。嬉しい。ケチャップがなくてよかったわ。こんな楽しいことになるなんて。買い物にこんなに喜ぶとは思わなかったな。だって、こういうのって久しぶりな気がするから。何が久しぶりなの？二人で歩くのが嬉しいのよ。毎日一緒に学校に行ってるよね。そうだけど、小さい頃はよく手をつないで歩いたよね。またやってみない？いやいや、それは恥ずかしいよ。毎日一緒に行くのは恥ずかしくないの？まあそれはそうだけどさ。じゃあハグはどう？おいおい、腕にすがりつくのはやめてよ。手をつなぐのがダメならハグくらいいいじゃない。さて、スーパーに着いたな。なんでそんな説明口調なの？誰に説明してるの？気にしないでよ。さあ、まずは薄力粉をたくさんたくさん買おう。待てよ、一体何を作るつもり？え、ウェディングケーキ？何言ってるの？まだそんな話じゃないから、買うのやめとけ。冗談だよ、お菓子作りに使うつもり。焦らないで。そうか、焦ったよ。ウェディングケーキはまた今度ね。もう何言ってるのかわからなくなってきた。とにかくケチャップは手に入れたわ。なんでそんな偉そうに言うの？まあケチャップはあったし、あとは切り上げて帰ろう。もう少しスーパーの中を歩こうよ。なんでわざわざ歩くの？なんかいいじゃない。あ、見て、鮭が美味しそう。そうだね、焼いた方がいいかな。おろしはいらないよね。でもマグロもいいな。大トロの値段えげつない。どうしたら若い夫婦っぽく見えるかな？何を言ってるの？夢の話だよ。ちょっとは興味持ってよ。もう何度も聞いてるよ。
まずは子供は2人で、上は女の子で下は男の子かな。ああ、また始まったよ。一緒に買い物来て、チョコが欲しいってねだられても一つだけだよって約束して買ってあげるの。お前ちゃんとしつけるタイプなんだね。そうなの、いい子に育てないとね。適当にするわけにはいかないからね。そんな素敵な未来が来るといいの。君に任せれば大丈夫だよ。本当にそんな未来が来たらいいな。さっきは確実に来るって言ってたじゃないか。うん、きっと来ると思うけど。君なら大丈夫だよ。本当かな。もちろんだよ。あ、どうしたの。そのためにはあなたの協力が必要なんだよ。さっきの言葉、プロポーズだった。おいおい、顔が近すぎるよ。どうなの、教えてよそのシーンを。それは内緒だよ。ずるいよ。さあ会計して帰ろう。ちょっと待ってよ。なんだよ、急いで来いよ。もうずるいな。おっと、ずるいって言われちゃった。ずるいんだもん。よしよし、いい子いい子してあげよう。さあ帰ろうか。この公園懐かしいね。小さい頃よく遊んだ場所だよね。通学路からは離れてるからあまりこの辺来ないもんね。久しぶりに来てみたけど、なんだか滑り台も小さく感じるね。まあ俺たちも成長したんだと実感するよな。ちょっと滑ってみようかな。あっ、ちょっと助けて、ハマっちゃった。まったくアホだな。ほら捕まれよ。よいしょっと、ハマっちゃったけど楽しかった。よし、次はブランコだな。イエーイ。おい、それパン。おー、なかなかいい眺めだこりゃ。めっちゃ楽しい。そうかそうか、こっちもいい眺めだわ。何か見えるの。白。お前さ、スカートでブランコはやめよう。あーたたたた、そんなに叩かなくてもいいだろう。知らないもん、見てた男が悪いんだもん。お前さ、普通に考えて想像つくだろう。なら教えてよ。いやーもう、はぁ、機嫌直して。知らないもん、別に怒ってないし。まったくもう、はぁ、ちょっとここで待ってて。何よ。まあいいから、ちょっと行ってくる。喧嘩したりいろいろあったけど、気持ちのいい風ね。あー、ごめんごめん、遅くなっちゃったね。なんなの、こんなに待たせてまでのものって。ほら、ここの近くにある駄菓子屋で買ったアイス。うわー、懐かしい。まだあるんだ。小さい頃俺が泣かせちゃった時、アイスで仲直りしてたのを思い出してさ。なんだか物で釣るみたいだけど、本当にごめん。もういいよ。ね、一緒にアイス食べよ。一つしかないけど、二人で食べればいいよね。先に食べるね。うん、美味しいよ。よかったな。ほら、次は男の番だよ。関節キスなんて今更だし、慣れたものだよね。何緊張してるの。緊張なんてするわけないだろ。まさか今更意識してるの。なわけないよね。うん、うまいな。あ、ほっぺにアイスがついてるよ。え、どこ、どこについてる。ちょっとそのまま動かないでね。ちょ、おい。ほら、取れたよ。ちょっと大胆すぎたかな。まあまあ助かったよ、ありがとう。でもその上目遣いは反則だろうよ。よかった。はあ、美味しかった、ありがとうね。おっと、夕暮れになっちゃったな。夕日が綺麗ね。二人で黄昏れるのってなんだかロマンチックだよね。そんなこと言ったら雰囲気が台無しになるぞ。うん、そうだね、帰ろうか。もうまた腕を絡めてくるんだから。今日だけね、お願い。はいはい、仕方ないな。ただいま。お帰り。なんであなたが返事してるの。まあここは僕の家だし、返事がないと寂しいからね。男って優しいのね。帰ってきた夫を玄関で出迎えたいな。またそんな話かよ。でもね、朝のキスで行ってらっしゃいもいいかもね。
ご飯だけでも準備してから夢を見てくれよ。わかった。今から作るから。任せたよ。でもちょっとだけ手伝って。お米を研いでくれる？任されたな。まあそれくらいしかできないんだけどね。うん。その後は私がやるね。そっちの方が早いし。頼むよ。ねえ、食器を出してよ。案外重たいんだから。任せてくれ。ありがとう。これで食事の準備は完了ね。あとは火にかければ完成だ。手伝いが少なくてごめんな。大丈夫よ。得意不得意はあるもの。私が苦手なことはあなたが助けてね。もちろんだよ。それが夫婦ってものでしょ？夫婦じゃないけどな。さあ、料理の出来上がり。すごいな。オムライスにサラダも。ありがとう。私に任せておけば大丈夫よ。いや、ちゃんとした夕食だよ。よくできてるよ。ありがとう。ありがとう。じゃあ食べようか。美味しそうだな。オムライスにはやっぱりケチャップが必須だよね。これでいつでもお嫁に行けるわ。おお、頑張って修行続けてくれ。俺は試食係頑張るからさ。ちょっと待って、暑いから冷ますね。何してるの？やけどしないように冷ますの。はい、あーんして。いや、自分でできるって。いいのいいの、ちょっとした楽しみだから。ほら、あーん。うん、おいしいよ、ありがとう。どういたしまして。食後の片付けは俺がやるよ。料理の手伝いあまりできなくてごめん。大丈夫。じゃあ洗っている間に拭いてくれる？それくらいはできるよ。二人でキッチンにいるの、本当に結婚してるみたいでいい感じだね。うん、これはこれでなかなかいいね。洗い物はこれで終わりかな。二人だから早く終わるね。じゃあちょっと休憩しよう。いいね、休もう。何してるの？ん？ただあなたに寄りかかって休んでるの。お前のシャンプーの香りでリラックスできないよ。ドキドキする？母さんからメッセージが来たよ。今日は君の家に泊まるって。え？今日は二人だけなの？うん、父さんもそっちに合流して泊まっていくって母さんが言ってたよ。じゃあ泊めてくれるんだよね？別の部屋で寝るんだよね。その件についてはコメントできないな。適切に対応させていただきます。変なの、なんだか公式声明みたい。泊まって行っていいよ。遅うなよ。やったー、襲っちゃうかも。お風呂沸いたから先に入っていいよ。ありがとう。でも夫より先に入る嫁はそんなにいない？なんだか堅苦しいな。冗談だよ。でも先に入っていい？私の入った後の残り湯に入りたいでしょ？んなわけあるか。じゃあ先に入っちゃうぞ。冗談なのに。あー、気持ちいいな。コンコン、お背中流します。失礼します。マジでなんで入ってくる？いや大丈夫だよ、こっちでなんとかするから。本当？私のことならバスタオル巻いてるから大丈夫だよ。いや、それはそれで問題だし。そういう問題でもない。大丈夫、任せて。どう、ここは気持ちいい？うん、ありがとな。体つきがしっかりしてきたね。ドキドキするよ。これいつまで続けるつもり？ああ、もう終わり終わり。幼馴染の行動が大胆だったな。お風呂出たよ。次はお前の番だろ、入ってこいよ。あ、うん、そうだね。じゃあ入ろうかな。布団はもう敷いてあるよ。お風呂は気持ちよかった、ありがとう。布団は隣の部屋に準備してあるよ。さすがに同じ部屋はって、あれ？え、これでいいかな。え、同じ部屋で寝るの？何言ってるの？信頼してるから大丈夫。てかまあ大丈夫だよね。何言ってるんだか。電気消すよ、おやすみ。今日は本当に楽しかった。うん、楽しかったな。ねえ、知ってる？あなたのことずっと好きだったの。知ってるよ、俺もだよ。おやすみ。ちょっと待って、今なんて言ったの？最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。